くなってきた。眠気覚ましの薬とか作れないかな。あったら便利そうだけど、寝るときはちゃんと寝た方がいいよ。もしかしたら仕事でも使え。あ、いや、なんでもないよ。見つけたものはちゃんとしまっておけよ。今回は渡せないかな。ねえ、どこに行くのさ。どこに行こうかな。何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど。メモとか残してないのか。私がそんなに几帳面に見える。
空き時間には素振りでもしておくかな。相変わらず大きな剣を使ってるよね。このスタイルが馴染んでるからな。そうだタオ、武器交換してみるか。新しい町に来たらひとまず本屋を探しちゃうんだよね。気持ちはわかります。敵だ、気をつけろ。レントさんの足手まといにならないよう全力を尽くします。レベリーカ、わかりました。やばくなったら言えよ。はい、すごい、もう一度どうだ。こいつがどうだ。任せて、レベリーカだ。そんなこともできるんですよ。雪のように見えるでしょ。どうだ。みんな気をつけて、強い攻撃が来そうだ。行くぜ、出よ。力を打つ。あれだけ弱っていれば鍵を作れると思いませんか。届いて、当てるよ。こんなこともできるんですよ。当てられる。勝ちましたね、皆さん。少し強くなれた気がします。カゴがいっぱい。みんなで本屋巡りをしてみるのも楽しいかもね。みんな敵だよ。私が援護するよ、ボス君。敵クラリア、ゼリーフの援護する。わかりました。ライザさん、行きます。フェデリーカ、いい感じだぜ。ありがとう、フェデリーカさん。せっ、やっ、どりゃ。もう一度ライゼル、お願いします。よろしいですか、フェデリーカ。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。もうカゴが…敵だ、気をつけろ。背中は任せたぜ、ボス。おやと、背中は任せた。特命の戦略だよ。わかりました、ライザさん。あれだけ弱っていれば鍵を作れると思われるか。終わりだ。フェデリーカさん、任せるんだね。任せな、フェデリーカ。奥義はそんなこともできるんです。みんな気をつけて。フェデリーカ、やれるな。やった、一体倒したよ。これさすがです、クラウディアさん。クリスマス、雪のように見えるぞ。これならつなげます。行けるよ。行くぜ、出るよ。いい修行になったぜ。もうカゴが…
素材集めに行くの？一気に行くぞ！これで大丈夫ですか？移動も多いし、身軽な服装を選んで正解だったな。ワクワクする、うん、ねえボス、そういえばちょっと痩せた？体を動かすようになった。って、多少引き締まったかな。ワクワクするよね。工芸に使える素材はありませんか？どちらへ向かいますか？お、素材の採取に行きたい。すげえ鉱山だ。これだけ豊富な採掘資源があるってのは少し羨ましいな。